本日のこのパネル討論は2部構成をさせていただいて、第1部で日米同盟に関する考察、第2部で経済貿易問題に関して少し議論をさせていただきたいと思います。まず第一の、そのアメリカと日本の同盟関係に関してでありますが、3つの要素を私の方からお三方には提示しています。一つは新しい安全保障環境です。これは当然のことながら、中国、大国としての中国の躍進、それに伴う日米中のですね、トライアングル関係がこれからどう発展していくのかと、あるいは北朝鮮の核問題、今やすっかりもう慣れっこになってしまって、私ども新聞にもなかなか一面に出なくなりましたけれども、北朝鮮の核武装、およびその先を見越すと、少し大胆に先を見越すとすると、朝鮮半島の統一の問題ということを含めて、日韓関係、日本、北朝鮮関係というのは、これからどういう意味合いを持っていくのか、どう進展していくのか。3番目、これは文字通り、昨日成田に、ハムレさんは私が迎えに行って、ずっと道中話していたことなんですが、やはりロシアの動向が気になります。からすると北方領土交渉というのがすぐ頭に浮かびますが、もうアメリカにとってはこの地球上で今なお唯一一瞬でアメリカ合衆国をこの地球上から消滅させる力を持っているのはロシアであります。そのロシアがプーチン大統領という指導者のもと、今非常に西側、中んづくアメリカに対して強硬な姿勢を取り始めている。これが果て新しい新冷戦時代になるのかどうか、そういった米ロ関係の緊張が我々日本の安全保障政策にどのような影響を与えるのか。第3に、これも喫緊の課題であります中東情勢、特にイスラム国の問題、あるいはもうこれもすっかり手垢がついた話になっていますけれども、そもそもの中東問題の根源でありますイスラエルとパレスチナの和平問題、あるいはイラクを今後どうするのか、あるいはアラブの春というものがこれからどう発展していくのか、まあ、そういったことを含めた中東の問題、これがセキュリティ、安全保障環境としてはあると思うんですけれども、まあ、そうしたことを踏まえて、まずその本場アメリカワシントンからおいでになられたハムレー所長にですね、今のお考えをちょっとお聞かせ願えればと思いますが、お願いできますでしょうか。We are going to have an election in 8 days in the United States. I think it will be a big election. I think that the Republicans will regain control of the Senate. That will weaken President Obama. President Obama's last 2 years will be, I think, significantly weaker because of the election. And it comes at a time when we have more crises than I recall ever in my professional career. The Middle East is on fire, and we have to respond in Iraq. There's a new Cold War, and it is a new Cold War with Russia. And relations in Asia are very uneven. The rise of China is still the most important strategic development for America for at least the next 3 decades. So when I look at all of that, I would say that the U.S.-Japan alliance is more important now than any time in the last 50 years. Now we need Japan to become a stronger partner. I think there are very important steps that have been taken during the last 2 years to strengthen Japan's role as a partner, and this is important for us. And I think Japan is going to have to take a larger regional role, not just a bilateral role with us, but a larger regional role. Over the next 20 years, our strategy in Asia has to be to help bind together the countries in Asia to a common posture to reassure each other that China is not a threat to anyone. That will come when Asia comes together. America's role is to play a role from the inside, but not to lead. America needs to be part encouraging everyone to come together in the region, and I think Japan plays a very important role as a leader in bringing this new security posture to reality. So I look forward. I think these are very difficult days for us in America. And America is very divided right now. But the one thing that we have bipartisan agreement on is the importance of Asia and the importance of Japan as central to our strategy in Asia.
ありがとうございました。藤崎大使、何かコメントありますでしょうか。先ほど、北岡学長が、安保の話をされまして、学長の方がよくご存じですけれども、今常に新しいリーダーが出てくると新しい政策であるというと、そして今日本の場合はそこを周りの国が少し利用しようとしていると、これは日本が新しい方向に行くぞと、危ないぞということを言おうとしている、そこを使っているという感じがしないでもございません。私は外国の方に会うときに、方向は同じなんですと、つまり NSC の設立、あるいは武器輸出三原則の問題、あるいは集団的自衛権の問題、これまで通ってきた道と同じ道を、今まではすり足、あるいは小幅に歩いていたのを大股で早く歩んでいるというだけのことですと。同じ方向というのは基本的には日米同盟強化による安全保障ということですと。決して別な方向に行き始めたわけではありませんというふうに説明をしております。これからの社会においてどういうふうになっていくかという意味で中国の話がございましたが、私は率直に言って中国との関係では米中関係は振り子のようなもので、プラスの方向に行ったりマイナスの方向に行ったりするということでございますので、日本のような立場からあまり一喜一憂して騒がないで見ているということではないかなというふうに思っております。北についてはそう簡単に変わる国ではないと、その中でそれを承知の上でどうやってお付き合いして我々の目的を達成していくかということであろうと思っております。ロシアについてもお話がございました。これも大事でございますけれども、日米関係という私どもにとってますます重要になっていることを揺るがせない範囲の中で議論していくのかなと思っております。今なぜ私もハムレイさんと同様に過去50年で最も大事になったというおっしゃったことに賛成でございます。これまで今から20年前は北朝鮮がミサイル核をこういうふうには開発しておりませんでした。中国が尖閣のところにやってくることもございませんでした。そこで今年の4月のオバマ大統領訪日の際にきちんと日米安保条約5条の義務が、対日防衛義務が尖閣にもかかるし、今の状況を一方的に損なうようなことにアメリカは反対すると明確に言われたことは極めて重要であり、その意味で日米関係が重要になっているというのは同じ感じでございます。率直に申しますと、昔マンスフィールド大使が日米関係は世界で一番重要な関係である、英語でバーナント、それ以上のものはないと、他にはないというふうにおっしゃって、その言葉が繰り返されておりますとき、私は違和感を個人的には持っておりまして、これはその国に駐在する大使だからそう言われるんだろうと、だけど本当にそうかなと、あなたはヨーロッパもある、いろんなものもあるじゃないかと思って見ておりました。しかし今や本当にそれがそうかなと、その時はどうだったかしませんが、今はそうかなと思うようになっている意味でハムレイさんに賛成でございます。最後に言われた中東の話については率直に言って、こういう問題は時間とともにどちらが有利になってくるかという問題でございますから、イスラエルが大きく動く可能性が極めて小さい、その中でどうやってああいうテロリストが出てくるのを抑えるかというのが難しい問題で、一つのものをやっても次から次へ出てくる中でどうやって本当は欧米だけでなくアラブの連合軍のようなものがうまく対処できる形ができていくことが長い間には望ましいんだろうと思って見ております。以上でございます。ありがとうございました。フェルドマンさん、今の話を聞きますと、まあ、この地政学的問題が経済とどう関わり合っているのかということに関して2つのことを申し上げたいんですけれども、1つはハムリーさんおっしゃいましたけれども、新しい冷戦になっているということですね。でどうやってこの冷戦を早く、まあ、なんですか、平和にできるのかということですけれども、基本的に私はエネルギー問題を解決すれば、特に技術的に解決ができれば、
この新しい冷戦が終わるのではないかと思います。ウクライナ問題などがありまして、ロシアが明らかに自分のエネルギー資源を使って自分の国力を増やそうとしているということですけれども、当然中国は安いガスを買いたい、これはもう分かります。だから、日中米の関係を良くしようということであれば、特に日米が一緒になってより安いエネルギー技術を開発して、これを中国に提供すると、これがもしできたらアジアも平和になりますし、新しい冷戦が早く終わると。で、いろんな技術今共同で開発しているところもあると思いますけれども、とにかく日本もアメリカも一緒になって新しい電池技術を開発したり、新しいソーラー、新しい郊外をあまり出さない技術を作れば、中国が寄ってくるんだろうということではないかと思っています。もう一つ、アジア地域の、ね、地政学的な安定をどうやって保つかということですけれども、残念ながら、やっぱり軍事力も必要でしょうということですけれども、日本は、軍事力を増やすためのお金はどこから取るのという問題もありますし、実は米国も全く同じ問題あります。で、なぜお金がないのかということですと、経済が弱いからではないと思います。むしろ社会保障制度がむしろ、ちょっと大きくなりすぎているではないかと、自立が、個人個人の自立心が足りなくなってきて大きな政府になってしまっているからではないかと私は思います。で、米国の赤字がかなり減ってますけれども、将来を犠牲にして減らしている。日本は赤字があまり減ってないんですけれども、どうやってね、この赤字をコントロールして地政学的に強くなれるような予算を作るのか、これが経済の問題、地政学の問題の関係ではないかなと思っております。ありがとうございました。今の世界情勢を日々のニュースでご覧になっていて、非常に不安に思われる方が日本でも多いんじゃないかと思うんです。それの、今私が申し上げたロシアも問題、中国、中東、いろいろありますけれども、一つ唯一今我々が最も不安になっている理由を何かとに突き詰めてみますとですね、今なお唯一の超大国であるアメリカのやはり国際的な指導力の欠如というところに行き着くのではないかと、連日日本のメディア、多少やはりアメリカのメディアの報道に影響を受けます。私もワシントンにおりましたからよくわかるんですが、どうしてもそれに引っ張られるんでありますけれども、それだけを見ているとオバマ大統領が非常に人気がないと、指導力にアメリカ国民もクエスチョンマークをつけていると、ゆえに中間選挙で誰も応援演説を頼まないと、我が国でいうと総理大臣間もなくもう退陣かというような、そういったちょっと体を成していますけれども、さてワシントンから来られたハムレさんからご覧になってですね、そのオバマ大統領の指導力あるいはオバマ政権というのは今後どうなっていくのか、特に、この中間選挙以降レームダック化と言われる言葉がありますけれども、それが一層進むのかであるとすると、我々からすると、アメリカの戦略的な指導力がない状態が2年続くということで、非常に日本としてもしんどい時期になると思うんですが、その辺はちょっと率直なご意見としてお伺いできる範囲でお願いできますでしょうか。Well, Americans don't like either party. They are really disgusted with both political parties. President Obama is not popular outside of the African American community and the university professor community. They like him. But he's not popular. But the Republican Party has also frightened people, and especially young women are frightened by the Republican Party. Neither party right now, in my view, is offering much of a vision for America's future. Both parties are trying to win the election by making their own supporters so angry that they come out and vote for them. That's not a very healthy politics.And I don't know that this is going to change until we have our next presidential election.
and I think the next presidential election becomes very important. If we have Hillary Clinton running as the Democrat and Jeb Bush running as Republicans, as a Republican, it will be a, you know, we've got better choices. There are other choices that the two parties could come up with which would be a lot worse. I'd say I don't worry about any problem in the world except our domestic politics. And I worry about that every day. But let me just conclude by saying that even though we're badly divided in America, and we are, we're very badly divided, there is a consensus between the two parties on the importance of Asia. And there's a consensus that we are even more dependent upon our traditional allies in Asia, which we are. Japan is more important to us today than it has been any time in the last 60 years. And so, and I, even though we're confused and we're kind of missing in action in somewhat, if something serious were to happen in Asia, you can count on us. I promise that. ありがとうございました。ずっとハムレさんからメッセージで日本が大事だと、日本が重要なパートナーだというメッセージがあるので、2番目のそろそろ話題に移りたいと思うんですが、その昔、それこそさっき私が申し上げた村瀬二郎さんがご活躍されてた時代、80年代貿易摩擦、トレードワーフェアってなった時に、アメリカの間でありがたくないニックネームが流行りました。ご記憶の方も多いと思いますが、フリーライダー、日本語で我々安保ただ乗り屋というのを書きましたけれども、安全保障の負担をアメリカに押し付けて、日本は着々と経済大国の道を歩んで、我が方の職を奪っていると、まあ、こういった非難が随分流行りました。今その後、日本はこの21世紀において、これは少し前にロバート・ゼーリックという方が中国の新しい役割を示すために言った言葉なんですが、これは日本にも当てはまると思うんですけれども、レスポンシブル・ステークホルダーと、責任ある利害共有者と、これは実はアメリカの有識者の間、多分ハムレさんもそうだと思いますが、日本はすでにそのレスポンシブルステークホルダーだろうと思います。ただそれに向けてよりいろんなホームワーク、宿題をやっていかなければ、かつて民主党の鳩山由紀夫さんが言ったアメリカに頼りすぎない日米同盟、あるいはもっと自立した日本ということもままならない。我々がやるべきことってのはたくさんあるんだろうと思います。で、先ほど藤崎大臣が少しおっしゃられましたけども、まあいろいろ NSC であるとか集団的自衛権の問題とか、いろんなことを安倍政権が取り組んでいると思うんですが、ここからは藤崎大使の方から、その日本がこれからそのフリーライダーから本当に利害を共有する責任あるパートナーになるために何が必要かということをちょっと開陳していただいた上で、フェルドマンさん、ハムレさんの順番でそれに対するレスポンスをお願いできればと思います。このフリーライダーというのにはもともと若干抵抗がございますし、それはどういうことかと申しますと、確かに GNP の 1% というのはやや低すぎるということがあるかもしれません。他方、日本が今取っている政策、基本的には専守防衛で、航空母艦であるとか長距離爆撃機とかミサイルを持たないという基本的な政策、これが国民に支持されていると、そしてそれが基本的には、私どもの理念であるという、そういう攻撃的なことをしないということにおいては、かなりやれることは限定されていることもあって、すでに P3C とかそういう対戦哨戒機みたいな飛行機は相当な数を持っている。だから全く何か我々がフリーライドしてきたということは、それはそうじゃないんだろうと思っております。他方、それじゃあ、まさにいくつかの事例のように、こういうケースにおいても何もしないというのはおかしいじゃないかというのはまさにその通りで、したがってこの集団的自衛権の討議であるとか、いうことで我々が本来やるべきであったけれどもできていなかったことをやるということは必要であり、そしてこの前、本来ならば一国の憲法の問題等に他の国が議論するのはいかがかという議論もありますが、オバマ訪日の時に、オバマ大統領から集団的自衛権について日本が検討していることについて、支持し、歓迎するということを述べたのは、やはり日本も一定のことはしてくれないと
今後何かあった時にアメリカの中をモビライするというか、アメリカを動かすためには理屈が立たないよと、アメリカの議会なり国民を動かすためには やってもらわなきゃいけないよということを示し、それは私どもは努力していくべきである。ただ今までが完全にフリーライダーだったということではないだろうというふうに思いますし、今後やるべきことについても率直に言って、そんなにいっぺんに政策を変えて急に防衛庁していくということではないだろうと、それが国民の求めということではないだろうと私は思っております。ありがとうございます。フェルドマンさんお願いします。今大使がおっしゃったこれまでできなかったことをこれからやりましょうということはすごく大事だと思いますけれども、私もあんまりフリーライダーという、合意を最近聞いてないんですよね。いろいろアメリカ議会が円安がけしからんとかそういうことを聞きますけれども、フリーライダーという評価あんまりないんですが、大使がおっしゃったできなかったことを今度やりましょうということは非常に大事だと思います。で、後ほどまた TPP の話をするかと思いますけれども、今までできなかったことは何かということですと、今2つ、思い浮かんできましたが、1つは、やっぱり基盤が弱くなっている、政治基盤が弱くなっているところとしてですね、やっぱり農協とね、日本の農業関連の政治の役割がかなり変わってきたんですね。でこれを考えてね、これまでできなかった、自民党がまだ関税をゼロにしないということを言ってますけれども、それやろうと思えばできます。ただ米国もかなり強引にいろいろやってるということも事実ですし、独占のところもあると私も思ってますけれども、例えば米国が、車に関しては関税をできるだけ長く長い期間をかけてゼロにしますと言ってますけれども、日本がゼロにしないんじゃなくて米国が車の関税をゼロにする同じ期間、日本も肉とかそういう商品の関税をゼロにしますと、そうすると日本が一応立場を変えたと。ただ米国に舐められないようにやってますよということにもなりますから、いい妥協ではないかなとちょっと思いますけれども、とにかく貿易交渉はそもそも独占の塊ということではないかと思いますが、そういうね、各なんていうかな、利益団体の力が変わったことによって、チャンスあるんではないかなと思います。もう一つはこれもまた経済と関係してますけれども、為替ですね。今は円安になってもそれほど大きなプラスではないんじゃないかという議論が広がってます。もちろん行き過ぎた円高80円とかね、これはもちろんダメですけれども、行き過ぎた円安もありますよということも日本政府が若干強調すれば、これは特に TPP の交渉も前へ進ませるということにもなりますし、日本の何ですか、米国の中のね、評判を良くするんではないかなと思います。なので、為替は行き過ぎた円高も良くないけれども、行き過ぎた円安も良くないよと日本側が言えば、ワシントンからの反応は多分良くなって、もうちょっとね、今までできなかったことをできるようになってくるのかなと思っております。ありがとうございます。やれなかったこと、これからやれること、いろいろあるあろうかと思います。で来年は実は戦後70周年という節目でありまして、今実はハムレさんをはじめとするアメリカの方々、あるいは日本の政府の方々もこれをどういうふうに世界にアピールしていくかと、ややもするとおそらく、お隣の国はですね、帝国陸軍をアメリカと中国が合同で打ち破った記念すべきアニバーサリーであると、そうではなく日本とアメリカが先ほど北岡先生が言われたリベラルな価値観を共有する民主
国家としてですね、共に世界の繁栄と安定を築いてきたんだと、こういう前向きなメッセージを発信しようというふうに今努力しているというふうに聞いております。まあ、そこの点についてもですね、ハムレさんについてちょっとどのようにお考えか、それから先ほどもすでにハムレさんからぎょっとする言葉が出てしまいましたけれども、大統領選挙、クリントン VS ブッシュという再来があるのかどうか、現時点でのその、どのようなこう下馬評になっているかですね、それからそのアメリカという国が今孤立主義に向かっているんじゃないかというふうに言われているんですけれども、さてそのネオアイソレーショニズムというのが今アメリカでどのくらい蔓延しているのか、それとも北岡先生が先ほどおっしゃられましたけど、リベラルなインターナショナリズム、国際主義というのがアメリカで今なお健全にきちんと主導的な人たちの間でシェアされているのかどうか、まあ、その辺のことを3番目の柱としてまずハムレさんからお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。Sunahara-san, you just asked four questions. And, so let me just pick one or two of them to answer. First, I mean, let me just say something about the free rider issue. I'm a defense guy, and I do want Japan to have a stronger defense establishment. But I'd also say that the great contribution that Japan made for the last 40 years was to be a prosperous democracy in Asia. That was far and away the most valuable thing to us from a national security standpoint. Because we won the Cold War not because we had a larger military than the Soviet Union, but because we had better ideas. We had ideas that were important to citizens, prosperity, due process, rule of law, representational government. That was the foundation of our strategy. And having Japan be the great beacon of prosperous democracy in Asia was the best thing we could have wanted for our strategy. So even though Japan didn't have as large a defense budget as maybe we wish, and I hope that they do increase the budget, having Japan be an outpost of democracy in Asia was by far the most important contribution, hands down, most important contribution. So let me, and then just to say, I think, and I hope we get to this, Sunahara-san, right now, the most important thing we share together is finding a way forward on TPP. And the reason I say that is this. TPP is not just a trade deal. TPP is the architecture of a liberal international system in Asia. It creates the framework for due process, rule of law, accountability. This is what's at stake with TPP. I know there are very important issues, economic issues at stake. And your negotiators are very tough. And we're going to come to some agreement. But the most important part of TPP is it creates a framework where these progressive democratic values that we championed for 70 years together get carried forward in Asia for the next 30 years. ありがとうございます。藤崎大使、何かありますでしょうか。かなり、同じような話でございますが、私も TPP は日本にとって雲の糸のようなものであって、ちょうどいい時に下がってきたと。韓国もアメリカ、EU と FTA を結び、さあどうするかというときに下がってきたと、ただあまりこれを言い過ぎますと、アメリカの交渉者に塩を送って強気になりすぎても困りますから、ただそう個人的には思っております。そして今、ハムレさんの言った点について賛成なのは、私はアメリカの最大の武器は何かというと、やはり建国の父であろうと。建国の父の精神、民主主義とか人権とかそういうものが今、大体世界の価値になりつつあると、ロシアも中国もそういうものを価値という形で他の国に今、伝えられる立場にないと、私どもだってこれは本当のこと言って、自分たちが持ってきたものではなくて、この何十年かずっと育ててきたものでございますけれども、もともとはそこに遡るんだろうと思っております。最後に、
アメリカの大統領選挙、これは、もちろんハムレイさんのお話でございまして、私どもがどうこう言える話ではございませんが、アメリカにおりましたときに記者の人に、日本はどっちがいいんだと、本当は共和党がいいんじゃないかというようなことを聞かれたことがございます。これは2008年2012年の大統領選挙の時でございます。私の答えは英語で申しますと、 It's like a Christmas gift. You don't say anything till the day. On the Christmas day, you open the box and you just cry out, This is just what I wanted. もっとも、この答えは模範答案としてワシントンポストに載ったんでございますけれども、ただ友達の方から、いや、クリスマスギフトとの違いは領収書を持って次の日に買いに行けないよと言われたんでございますが、まあ、そんなことで、私は何もそこは申しませんけれども、一つだけ申しますと、何か新しい人が来ると全て変わる、あるいは前、何党がどっちだということを日本の人は時々申しますけれども、それは前にいた人が、ほら、俺がいた時いいだろと、こういうことを言うことを真に受けてこう言い過ぎる傾向があるので、それはどちらの党でもいい、本当にそれはその時のその党の、それはアメリカ人の選んだ人の代表といい関係を作っていくんだと、そういうことで今までもやってまいりましたし、今後ともやっていくんだろうと、真面目に思っております。以上でございます。野蛮なメディアの一員としてはですね、散々ワシントンでそうやって煽ってきてですね、80年代から90年代にかけてどうしても共和党がホワイトハウスにいて、議会を民主党が支配している構図がよろしいんじゃないかということを、随分メディア、我が日本経済新聞をはじめとして書いてきたような、記憶がございます。今この場で皆さんに懺悔したいと思いますけれども、必ずしも、これからの時代というのはそういったそのパルチザンなアプローチというのは確かに日米関係にとってはプラスにはならないと、民主党であろうが共和党であろうが、ハムレさんが再三先ほどからおっしゃられているアジアの重要性を超党派で理解していただけるのであれば、それはどなたであろうと、どの政権であろうと、我々はスクエアにディールしなければいけないと、まあ、そういった時代に来てるんではなかろうかと思います。